ーの、ニューラーケのおしゃべりモザイク。皆さん、ハロー、ローダー生のドラ、西アスカです。ペタルの皆さん、ハロー、ローダー生のド、田中真奈美です。イエーイ。カンペでコラって書かれてる。何のこと。いや、うまいね。ほんと、ありがとう。どういたしまして。これは独裁者スイッチと言って。パクられちゃった。しかも初代の昔の方の昔の方の全然関係ないのに。熱いんだよね、モノマネが今。そう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 。さて、うん、マナミーよ。はい、今年なんと最後の放送でございます。マジ言って言っちゃダメ言っちゃダメ言っちゃダメだよ。マナミの誕生日まだ始まってないっていう。そう。今ね、私の誕生日直前で、そうです、あの、うん、スタッフさんがケーキ買ってきてくださった兄ちゃんと一緒に、ありがとうございます。だから本当は実感がないんですけど、うん、なんか今年最後らしいね、放送みたいだね。うん、しかも、うん、あれだよ、配信される日が12月の25だって。お、クリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。早いね。早い。だってこの番組2月ぐらいから始まったんですよね。そうだ。うん。あら、まあ、もう1年が。あっという間に。ねえ。1年が。そしてあと1週間後にはライブだしね。ボボ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 。やばいよ。追い込みにかけられている。どんな時期になっているんでしょうか。だね、うん、クリスマスとか言ってらんないよね、私たち。いや、ほんとだよ。あの、ないよ、私たちにはクリスマスは。確かなんか私も1ヶ月先の、1ヶ月先って言っちゃったよ、うん、12月の年末とかの予定見せてもらったら、うん、結構大変なことになってるの見て、うん、わーお、これはロー男性と一緒に友倒れだぜ。友倒れ倒れちゃダメというそんな、うん、すごく充実した2015年の1年でしたけれども。そうだね。そう、だってね、ロー男性にとっては、うん、シングルやアルバムをリリースしたりと、うん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 、あとね、これはもう一番この大ニュースですよ、うん、ハロー金色モザイクの放送があったり。そうですよ、うん、パレードもあったしね。あ、そうだった。いろんなとこ行って。懐かしい。そうで、まだね、ハロー金色モザイクの放送続いてますから。あ、そっか、あの心の綺麗な人たちの間で。そう、あの前々回ユミちゃんの、うん、はいはい、あの墓地会で、おうおうおう、第30何回とかの、おうおうおう、あの感想が結構送られてきたって。マジマジマジ、ねえ、絶対開けるよ。ユミリンって聞くともうこの曲が出てくる。マジカルパワー。そっか、そう、やっぱ心の綺麗な人たちにとってはね、うん、もうずっと続いている。そうそう、なんか地域によってちょっと、うん、あの放送内容違ってるらしいんだけど、うん、同じ話数でも妙に、いや、リアルじゃないな、それは。そうだよね。みんなにとってのいろんな続きがあるっていうことだから。SF に行ったりね、ミステリーに行ったりね。しかもなんか男の人が送ってくると SF が多いんでした。あ、そうなんだ。男の子はゆるふわな作品でも SF に従うっていう。あ、じゃあさっきはそっち寄りでちょっと原先生にお願いしとこう。でもでも優しいから、優しいから。本当にそうなっちゃう。そう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 。とか、そうだ、兄様にも出たしね。夏ね。ねえ、もう過去のこと、過去のことっていうかすごい昔のことのように感じるけど。本当だね。うん。1年前ぐらいに感じるんだけど。感じるね。でも本当つい最近というか数ヶ月前。そうだね。だったんだよね。うん。とかとか、本当いろいろあったね。あったね。うん。いや、素敵な年だったわ。西ちゃん家にも行ったしな。ん？ご実家に泊まって。あ、そうだった。忘れてる。あの
わざとなんか私の今のこの東京の方の家に行ったしなっていうことによってこう既成事実を作って、なんか実際にこれが放送される頃には行ってるよみたいな、そういう圧力かと思って。そう、にしちゃんちね、みんなでね、行きたい行きたいって言っててね、にしちゃんもね、おいでよとかって言われにはね、まだ行ってないよ。そうで、実際にいつ行くっていう話になった時に、私はいつも、あ、うん、今ちょっと物が多いからそう、もうね、すごい聞いた本当ね、もう引っ越したら来て、分かった、引っ越しはお蕎麦持っていくね。お願いします。でもそうだよね、私の兵庫県の実家の方にまなみんが来てくれて、まさかの西ちゃん家の前にご実家にそうそうそうご挨拶に行って。そうなんですよ。いや美味しかったな、西ちゃんママのすき焼き。いや未だにね、やっぱりね、うん、もうまなみんが来た時のことをね、家族はね、うん、なんかその話エピソードというかね、喋、うん、った時に、うん、なんかまなみんは本当に礼儀正しい子だったねみたいな、ローダンスの子たちはみんないい子たちばっかりだけど、やっぱりまなみんは本当なんかもういいとこのお嬢様って感じだったねみたいな話になってて。そんなことない。でしょうに、かしこまりすぎたんだよね、私がね、西ちゃんのお姉ちゃんとかにね。はじめまして、田中まなみと申します、よろしくお願いします、お世話になっておりますみたいな。そしていつもね、もう偉そうにしてるうちのお姉ちゃんが、なんかあ、どうもーってすごい優しい声を出してたのを見て、あ、うんうん、いいぞいいぞって。そう、またお会いしたい。ね、ぜひともまたね、うん、こういう機会があったら。そうそうそう、うん、私も広島に行った際には、うん、まなみんの家にお邪魔するから。あ、そう、よろしく。うち猫がいるから、完全防備で。わかった、猫アレルギーの方は鼻に綿詰めていく。そこまでして嬉しいよ。愛を感じるよ。っていうことは2016年もいっぱいやることがあるね。そうだね、そうだね、嬉しいことです。はい、うん、ではではですね、今回も楽しくやっていきましょう。はい、ローダンセのおしゃべりモザイクスタート。曲聴いていただきましょう。ローダンセでシロツメクサの約束。うん、この曲はとってもいい曲ね。なんか西明日香ちゃんがすごくこの曲好きって言ってたの。そうなんだ。二人いる。なんで僕がもう一人いるんだ。何かいいこと始まる。そうそうそう、うん、サビもみんなで歌ってたり歌ってなかったり。あ、そうだよね、うん、2人だったり3人だったり、うん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 、1人だったりとか、うん、あ、ソロもあるしね。あ、でもきっとこれが放送されてる頃にはその頃にはもう完璧だよねとか言ってまなみ怖いよ。とりあえず言ってみるみたいな。向こう側には何か待っているの。不安にさえ微笑みながら。みっちゃん今日テンション面白い。ちょっとおかしい。
作家さんがトークしてトークしてで、私この曲本当に好きなの、うん、私もわかる。あ、なんかね、アルバムね、うん、やっぱあの白爪くさんの約束が、うん、違う。なになになに、どうしたどうした。あのね、今日台本にね、作家さんがそう、ちょっと目に入っちゃって。そうそうそう、うん、あの一個だけ間違いがあってね、うんうん、白つけ草って書いてあるだから今日にしちゃんがずっと白つけさん白つけさん言うたびに作家さんがすいませんでした。そうそうそう、パブロフの犬みたいにこうすぐ反応するし、白つけさんどうかしたんですか。あ、すいませんでした大丈夫ですか白つけさん、なんか心配だなすいませんでした白つけ草かわいそうにそんな責めないであげてよやばい、終わっちゃうよ。そう、でもね、あのリード曲なんですよ、アルバムの。じゃあそうです、そう、うん、いい曲なんで、みんなたくさん聴いてくださいね。これね、ほんとね、ライブで歌ったら絶対に盛り上がる曲というか、うん、まあ自由な曲って感じだよね。振り付けとかもなんか、そうそうそう、みんながワーキャーやるような感じで、うん、まだセットリストわかんないけど、きっと歌うでしょう、でしょうとか言って歌わなかったらこういうのというわけで、白爪くさんの約束でした。せーの、歌えよ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 。ペタルの皆さんから届いた、はい、メールをご紹介していきたいと思います。はい、さてさて、まずペタルネーム先生の先生さんからいただきました。お、ありがとう、ありがとうございます。朗談者の皆さん、ハロー、こんにちはそろそろ、はい、年越しが近いということで、はい、ハロー、金色モザイクの2016年カレンダーを買いました。おー、中身をパラパラ見ていくと、金モザの5人やほのかちゃんもいて、うん、2016年も楽しそうだなと思っていました、うん、その後も何度かカレンダーを見直していたところ、すべ、うん、てのページにカレンがいることに気づきました。え、このカレンダーを作ったスタッフさんはカレン推しだったのかなと思いながら表紙を眺めていて直感しました。うん、カレンダーだからカレンが多いのだと。はぁ、カレンダーだからカレンが多いのだと、うん、カレンダーでーすでーす。こんなところに小ネタが仕組まれているとは、さすがは金マザですね。新年のライブも楽しみにしています。それでは。だって私ね、今知った、金マザのカレンダーがあるの。わても、今知った。おお、そうなんですか。へえ、なんですって。アニメの絵かな、原先生の絵かな、どっちなんだろうね。どっちなんだろう。あ、アニメなんだ。アニメの絵で。へー、あちゃんもらってないよ。まだちゃんももらってない。まだちゃんももらってない。奇遇だね。奇遇だね。そうなんだ。へー、そして、うん、カレンダーです。です。あれ、もしかして今、まなみ、え、今ダジャレ言った。え、あ、そういうこと、あれ、カレンダーの、ててえ、カレンダー、なに、カレ、え、カレ、カレンダー、何、ごめん、ちょっと恥ずかしくなってきた、やめなさい。なるほどね、うん、あ、すごいね、先生の先生、よくこれ送る勇気があったね私たちいじられんの覚悟で送ってきたんだろうけれどもなるほど、いや、素敵なカレンダーがあるもんなんだね、見てみたいね、実物、うん、ね、しかも全部にカレンが入っているという、うん、カレン推しなんだろうね、きっとスタッフさん、ね、うん、しかも賑やかなカレンダーなんだろうね、うん、全部にカレンが入っているってことは、うん、もう、あ、別にダジャレとかじゃないんだけど、うんカレンは賑やかな子だからね、うん、すごい素敵なカレンダー、素敵素敵、はい、ぜひ大事にしてください、ね、はい、ありがとうございます。そして、続きましてペタルネームカスワグ様からいただきました。ありがとう、ありがとう。ハロー、こんにちは、早いもので2015年も 90% ほど終わってしまいましたね。やめようよその表現90% もはや放送日に至っても 99% ぐらい終わってるかも。やばいよ、ふと気になったのですが、はいはい、ローダンセや金モザファミリーはしばしばお食事会やパーティーを開いていますが、幹事役を務めることが多いのはどなたなのでしょう。なんとなくですが、言い出しっぺはにしちゃん、段取りを決めるのは
内山さんや種田さんのイメージがありますといただきました、うん、なるほど。そう、あのつい最近もね、うん、あのちょうど、うんうんうん、もう数日前も、はい、老男性で集まって集まってあのお誕生日会をね。そうなんです。あ、やばい、まなみの口から言わせてしまったこの流れで言うべきだった。そうなんです、つい最近ね、うん、まなみんと、うん、そしてゆみりんもね、事前に、うん、事前にとか、まあ、10月の時点で、うん、あのお祝いはしたんですけれども、うん、プレゼントをあの5人でというかね、うん、あのこの一緒にいる時に渡したいねっていう話になって、うんうんうん、でゆみりんのその後祝いというかねなんかプレゼント渡し会みたいな感じで、こう2つを合同でやらせてもらったりとかして、そうでやっぱりその老男性の面々って、うん、みんな A 型だから、うん、かわかんないんだけど、うん、やっぱり そこら辺すごいしっかりしてる子たちが多くて、うん、私はしっかりしてないんだけど、でもこの人ひどいわ、言い出しっぺが西ちゃんで他の件になってるの他の人西ちゃんはとりあえず細かいことをするのよろしくねみたいな最低じゃねえかよいやでもね、言い出しっぺがいないとね、そうだね、なんかこう最初に言ってくれる子がいたら動き始めるみたいな。あ、確かにあるけど、うん、でも結構実際どうだろうね、実際幹事やる子が言い出しっぺっていうところもあったりとかする感じしないかな。確かになんかゆみちゃんの、うんうん、あの10月にやったお誕生会とかは、うん、あのなおちゃんがね、そうあのいろいろ段取り立ててくれたりとか、うんか、あとやっぱタネちゃんが飲み会の計画で、うん、スタッフさんたち含めての、あ、そうだね、そうあと練習関係だとユミちゃんがすごいね、予定調整してくれたり、うん、あれ私とマナミは乗っかりますそう、乗っかり組がこの2人というか、そう、誰かがなんか言ってくれて、うん、あのじゃあ私色紙買いに行くとか、そう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 、こうなんか隙間を狙っていく、そう隙間産業なんで、隙間産業私あなたば買いに行くねとか言っていやもうみんながね、いてくれるからね、うん、そうなんですよ、成り立ってるんです、ありがとう、ありがたいんですよ、うん、もうね、老男子はみんな本当にあの、うん、なんだろうな、無理やり集まるっていうよりかは、うん、なんだろう、誰かが一つ計画を立てたら、うんうん、じゃあそれにこれも付け加えようとか、そう、みんながこうノリノリになって集まれるから、確かにもう誰一人としてこうなんか、え、なんでこんなに集まらなきゃいけないのみたいな感じの人がいない、実際こんな人周りに、うん、いないんだけどよかった、でも老男性もう本当にそういう子いなくって、うん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 、だからもうすごい素敵なメンバーだなっていつもね、うんうん、なんかこういう計画を立てるのを見てるたびに思うんですけれども、そう、うん、嬉しい、うん、ね、嬉しいです、うん、あのなんか私この前お誕生日お祝いしてもらった時も、はいはい、なんかゆみちゃんの時はさ、うん、誰だっけ、多分なおちゃんが言い出してくれて、うんうん、あのうちやマイベストフレンズっていうあったマイベストフレンズの替え歌をね作ったんだけどあの今回私の誕生日を祝ってくれるってなった時に、うんうん、あのみんながメッセージカードをくれて、うんうん、でなんかそれを開いてみたら、ちょっと開いてみてって言われてパッて開いたらカレンダーになってたんですけど、うん、そのカレンダーに写真がついてて、それがね全部ね、あの写真がクソコラだったクソコラカレンダーだよって言われて、あのね、あのカメラの北村さんにお世話になって北村さんにそう、もうめっちゃ面白かった、なんかあの、うん、そのクソコラは私が担当したのいやすごいよ、ほんとなんかちょっと荒かったんだけど、うん、いやあのねちょっとね見せられる写真をちょっと老男性のブログに上げとこっかなって思うので、うん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 、ちょっと見てほしいんですけど、そうだね、なんかマナミンが真ん中に座っている画像で、うん、周りでみんな立っててこう、去年マナミお祝いした時とかの写真とかをこう使わせてもらって、うんうんうん、でそれに私たちの顔を全部マナミの顔にするっていう、そうそうそうあのね自然すぎて最初わかんなくて、普通にこう見逃してペラペラめくってたら、ちょっとそんなペラペラめくらないでって言われて、ちゃんと見てって言われて、そうで見たらあれ全部私の顔だってなってたりとかでしかもカメラの北村で、あの
パソコンのねモニターにこう、うん、あ、携帯をこうつなげて、うん、私携帯でこう編集してクソコラを作ったんだけどでそれをユミリンと二人で一緒にこうポチポチやって、うん、この画像どうだろうみたいな話をしてて、したらなんか最初サムネイルのこの画像、うん、だからちっちゃくてあんまよく見えないんだよね、うん、だからこそその5人写っている画像を見たら、うん、あ、これすごい雰囲気いいじゃんとかって言ってポチってやって拡大したら全部顔がマナミになってるあ、これクソコラだった他のもっと真面目なやつにしようとかってとか、あとあの1月は新年で、うん、あのめでたいからっていう理由で、うん、あのネットから赤ちゃんのめっちゃ可愛い、うん、あの画像、赤ちゃんが裸でハイハイしている画像があるんだけど、 その画像の赤ちゃんの顔をマナミンの顔にしてたのあのね、ひどいよで、下にね、めいめい田中バブミって書いてある待って、バブミは私書いてないからね、あれ書いたのがタネちゃんだから、本当にバブミね、しかもお腹痛いあとなんかあの、うん、宇都宮に行ってみんなで餃子食べてる写真の、はいはい、餃子が監督になってたりとかね、そう餃子がなんかマナミンが、うん、あのお箸持ってその先に餃子がついてて、うん、それを顔を私に変えて、うん、でプラスそのお皿に乗ってるやつを天翔監督に変えてひどい監督の扱い雑だよしかも監督が結構いい顔してる時満面の笑みだったそういう嬉しそうな表情のやつをこう取っておいて絶対許可取ってないでしょごめんなさい監督監督今度送りますいや嬉しかったよ、しかもカレンダーだから、うんうん、あの一年中かけてられるし、うんうんうん、2016年もどう金もさんとクソコラと共に過ごしたいと思いますおめでとう、マナミと。マナミおめでとう。幸せな誕生日でした。あ、で、マナミの、うん、その、新しい年を迎えた、抱負を教えてください。うん、え、抱負？抱負。抱負は、まずライブを頑張る。はい。から、はい。ライブを頑張って燃え尽き症候群にならない。ライブ頑張ったから今年も。ああ、私頑張ったわってなる。あ、なるほど。うん。新年早々。そう。もう今年いっか、みたいな感じにならないように気をつけると。もう今ね、ライブのことしか考えられないから。まあでもね、うん、このラジオ聞いてくれているリスナーさんは絶対にこう、ね、あの、元日の、ライブを見に来てくれることと思いますので。はい、うん。ぜひぜひ楽しみにしててください。はい。というわけで、皆さんからのメールをご紹介しました。それではここで一曲聴いていただきましょう。ちょうど配信日、今の時期にぴったりな曲ですね。遠山奈央 from ローダンセで祭りですクリスマス。心を込めて送る君へのメッセージ。みんなみんなハッピーなクリスマス。
最後が捨てててかわいい、なんかなおちゃんもダメ元で入れたらしいんだけど、うん、しっかりとこう収録されてたっていう。そうなんだ。そう、喜んでた。そう、私のソロ曲には入ってないんだけど、うんうん、なんか時々さ、うん、アドリブでセリフ入れようってなるのがあるじゃん、うんうんうん、で、みんながどういうのやるのか毎回楽しみそうだよね。そう、ミッションのとかにも入ってるしね。あー私はね、もうね、うん、この、なんていうか、もう、なんだろうな、私は死の、私は死のクソ、これなんて言わない言ったっていうので、やっぱみんなキャラを意識して、うん、そのキャラの中で最大限のアドリブをこう、うん、発揮していくっていう。そうだね。そうそうそう。いやー、ライブでお正月だけど歌うんですかね、うん、この曲。どうなんだろうね。でもやっぱお客さんは聞きたいと思うな。聞きたいと思うな、うん、戻ろうみんな今だけクリスマス。そうそう、1週間前に戻ろう、ライブの時は、うん、まあでもローダンセの曲とかキンモザの曲はね、うん、こう1年を通した、ね、そうなんだよね。そう、あれだから、うん、そう考えるとさ、ライブお正月だけど1年分楽しめるような感じでいいね。なんですって、一石何鳥なんですかそれ。一石12鳥ぐらいですか365鳥すごいや、燃え尽き症候群にならないように頑張ろう頑張る。あ、ここ私が好きなのここです。あ、みんないっぱい聴いてライブに備えてね。ということで、遠山奈央フロムローダンセで祭りですクリスマスでした。ローダンセのおしゃべりモザイクの、もしもローダンセが〇〇だったら。はい、リスナーの皆さんが送ってきてくださった、もしもローダンセが〇〇だったらというメールをお題に、うん、スタジオにいるメンバーがローダンセのイフな世界を楽しんでみようというコーナーです。なんですって。そう、私ね、最近あまりの出席率の良さに伴いね、はあ、このコーナーもう何回目かわかんないんですけど、ほう、にしちゃん意外と初めてなんだよね。私初めてです、今回が。そう、うん、毎回ね、うん、いろんなキャラになりきるんですけど、あら、まあ、先に言っとく、はい、私嫌な人になります。設定を与えられると嫌な人になるの。そうな、なんか毎回ねちょっと性格悪くなるんだよね。嫌だな、もうなんか嫌だな。クロミンが出てくるの。クロミンが嫌だわ、ちょっとなんか本性出ちゃう。よくない、これこれこれ、よくない、ちょっと学びってなるのかな。ねえ、今までなんかギャルとか舞妓はんとか、うん、あと何があったかな、なんだろう、あと、あ、お嬢とかもあったし、いろいろやったんですけど。そうなんだ。今回はどんなキャラになるのか、うん、ちょっと引いてみてください。なんだろう、私もしお嬢だったら、うん、アスカが豪華客船エリザベス号だったら、マナミ、あなたはただのイカだよっていう。しかも、昔家なき子で家なき子なんかエリカだか、なんかそういう子が言いましたよね。そうそうそう。しかも豪華客船だったらってことは船なの。あ、そう、船なの。お嬢様じゃない。そう、お嬢様が例え話をするの、うん、もしもエリカがなんとかだったら、あなたはなんとかよなんだそれ、イカだよみたいな、そういうそういう、あれ、これか。〇〇になったらっていうのを今、はい、メールを引きました。はい、ペタルネームカイナックスさんから。はい、もしもローダンセが泣き上戸だったら。おー、なるほどな。割とね、泣き上戸じゃ泣き上戸ですけれども、うん、おー、そうなの。え、そうなじゃない、私たち。え、そんなことない。お酒飲んだら泣くの。そうでもなかった。そうでもないよね。お酒飲んで泣いてるの見たことないよ。サプライズされた時しか泣いてなかった。あ、そうだよ。じゃあちょっとやってみよっか。はいはいはい。はい、それじゃあスタート。乾杯。乾杯。え、乾杯。乾杯。あ、お酒ね。ちょ、ごめん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 。いやー、俺この前さ、うん、サプライズしてくれたじゃん。うん、私さ、やっぱゆみちゃん誕生日祝うと思ってたから、うんうんうん、超びっくりして。あ、そうだよね、うん、本
とはそのゴードのね、うん、誕生日会っていうのも、うん、マナミンには、うん、ユミリンの誕生日会するよって言って、うん、ユミリンにはマナミンの誕生日会するよっていう計画をこう立てて、うん、2人を騙したっていう、うん、そういう計画だったんだけどね、うん、なんか私嬉しかったし、うん、それより前にね、うん、あのユミちゃんがさ、うん、あのその日私たちユミちゃんに、うん、あのライブの練習するって言って、うん、で来てもらったじゃん、うんうんうん、だからあのユミちゃんねライブの練習本当はしないのに、うん、夜集まったんだけどね、うん、あの朝からあの着替えとか靴とか、うんうんうん、あと CD まで焼いてきてくれてたらしくて、ほうでなんかサプライズ成功ユミちゃんおめでとうってなった時にユミちゃんがえ、あ、そうだったんだみたいな、私毎朝からすごい荷物持ってきてたのにあ、そっかってなって、うん、罪悪感がちょっといっぱいになって、うん、ユミちゃんごめんって思ったのに、そこで泣くんだそこで泣くんだ何だよ、サプライズされて嬉しくて泣いたのかと思ったらちょっと泣き要素少なかったね前置きが長かったねじゃあ私も嬉しくて泣くつもりで最初計画させてたのに悲しい方に行っちゃった。ユミリンごめんって。ユミリンごめん。でも本当に本当にあのね、あのユミちゃん、うん、練習すると思ってたから、うん、あのすごい荷物、朝から仕事あるのに荷物持って、でしかもあのご飯まで食べて、うん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 、それなのに練習場に行くと思ってたユミちゃんを私たち居酒屋に連れてったから、ユミちゃんがサプライズって知った時に私ご飯食べてきちゃったって言って。本当にユミちゃんごめんなさいって思ったのだって私もね、うん、その日ね、うん、夜の9時集合とかだったけど、うん、結局私が着いたの10時ぐらいだったんだけど、うんね、こう着いたと同時に、うん、あのユミリンが、うん、あの稽古着をこうバッて持って稽古着あるけど着るって言ってあ、着ないです大丈夫ですユミちゃん本当にごめんありがとうごめんありがとうありがとうあの本当にあのでもその次からはちゃんと練習そうだねしてますからはい本番に向けてねはい頑張りたいと思いますはい、はい、で次うんじゃあこれはい来ましたはいペタルネーム土の子様からいただきましたありがとうおもしもローダンセが、うん、メイド喫茶の店員だったら行ったことあるメイド喫茶ある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 私もある1回ぐらいよしじゃあ行けるか行けるかなじゃあ私客やっていいえ客マジで分かったいいよやったそれじゃあ行きますもしローダンセがメイド喫茶の店員だったらスタートすいません初めてなんですけどおかわりなさいませご主人様おかわりなさいませそんな感じなんだあ何名様ですか一人、一人です一名様、一名様入りますご主人様のお帰りですあ、間違えたご主人様が帰ってきましたで、会ってんのか、うん、お帰りなさいませあ、ただいまはい、じゃあこちらの席座ってくださいはい、ありがとうございますご帰りかわいいですねえ、本当ですか ありがとうございます名前なんて言うんですかペロミって言いますペロミえ、じゃあペロミちゃん、はい、ペロミちゃんこのもえもえオムライスくださいもえもえオムライス、はい、ご主人様すごくいいもの選びましたね本当ですかただいまもえもえオムライスが、うん、なんと、うん、プラス800円で、うん、あの好きなジュース選んでもらえるキャンペーンやってるんですプラス800円ではいわかりましたじゃあ選びますおじゃあそうだなこのどうしようかなあ、じゃあおすすめなのは、うん、あなたのハートにメロメロドキュン、ものすごい美味しいコーラっていうのがあるんですけど、こちらいかがですかじゃあそれでお願いします。ありがとうございます。うん、オーダー入りまーす来ました。あ、来た。はい、お待たせしました。萌え萌えオムライスと、はい、なんかすっごい美味しい萌え萌えドキュンな、なんかコーラでーす。ありがとうございます。なんか、友達に聞いたんですけど、はい、なんか、呪文唱えてくれるんですか？あ、よくお気づきでじゃあ、今から
ペロミがご主人様のためにこのケチャップでそちらのナイスにいっぱい落書きをしたいと思います。 ありがとうございます、じゃあ何で書こうかな、何がいいかな、じゃあ、そうだな、ペロミちゃんの好きな言葉書いてください。あ、わかりました。世の中お金だ。あ、だ、考えされちゃった、考えされちゃったすごい、すごいまだあったのに、まだもうちょっとあったのに、何があったの、何があったの。ほらお客さん、チェキの時間だよ、チェキの時間、ほらチェキ、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 チェキがあるの。1枚ね、2,000円、だっけ高いって言っちゃったいや、これ本当にね、これ本当にね、うん、実際にあった話で、うん、あのどこのメイド喫茶とか言わないんだけど、うん、友達と一緒にメイド喫茶行った時に、うん、あの隣のテーブルでね、うん、あのお客さんがご飯を食べたりとかする時に、うんうんうん、多分常連の方だからこそそんだけフランクにこう喋れるんだと思うんですけど、うんうんうん、そこにメイドさんが来て、うん、ねえほらチェキの時間だよっていうそんな時間ないのにチェキを傍若無人それじゃあそのお客さんはえ、しょうがないなぁ一緒に2000円だそうそうでもさ、まあ、チェキ2000円はまだいいけど、うん、プラス800円でドリンクって明らかに高いよねセットにすることによってこうちょっと紛らわしてるんだよね800円もするんだと思ってでも私たちメイド喫茶じゃない、メイド喫茶、うん、あ、メイド喫茶ではないけど、あのアニマックスカフェなんだ、ね、黄色モザイクとコラボしてるカフェに行って、うん、行きましたね。あのメイドさんじゃないけどそこで働いてる従業員さんがなんかあの、うん、歌ってくださるコーナーとかあった時にった、あのミーパンっていう方が、もうよく覚えてるね。そう、もう超楽しくて担当してくれたからミーパンかわいいよそう、しかも再現も配ってくれてたからそうそうそう、ライブの時とかねそうそうそう、すごい、もうもうすっごい真剣な顔で、もうそう、もうおおはい、おおはい一番多分私らがうるさいお客さんだったよね。そう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 楽しかった。いやなんかやっぱこの非日常な空間がね、うん、私たちのストレスをこう発散させてくれるというか。確かに、うん、メイド喫茶はまだ行ってないからみんなでちょっと行きたいね、なんかいつかね。うん、ね、なんか、うん、なんかやりたい、うん、チェキ取ろ、チェキ取ろ逆に私たちが言うとかねメイドさんチェキの時間だよ、チェキの時間お金出す、ちょろいこんな感じで、あ、なんかニシちゃんのメイドさんクオリティがとっても高かった。もしもローダンセが〇〇だったらのコーナーでした。絶対笑顔でまだまだいっぱい夢見よう。それでは一曲お聴きいただきましょう。ハロー、金色モザイクのオープニングテーマ曲です。ローダンセで夢色パレード。私たちの目の前に、うん、なんか素敵なものがある。なんだこれは、なんだこれはこれはもしかして、元日の、ローダンセファーストモードのライブの時に、福袋で売られる予定の、文具なんだってすごいや、すごいよ。まだ1ヶ月以上前だというのにサンプルが送られてきたなんて。仕事が早いぜ。しかも、うん、なんかペンケースだけかと思ったら、そう、中から何か出てきた。なんだこれは、もしかして5色のボールペン。すげえ、すげえや。しかもこのボールペンにもちゃんと私たちのお顔が描かれている。ねえ、
嬉しい。すごい、これちょっといい？うん。カチッとあるでしょ？うん。カチッでしょ？カチッだろ？あー！色ペンやー！ちゃんとそれぞれのカラーの色ペンやー！ねえ！この5色ってあんまりないんだよね、なんか。あ、そうそう。5色揃ってるのって。そうなんだよね。どれかの色がなかったりとかしない？そう。そうなんだよ。ピンクと赤があったりとか。そうなるからなかなか貴重です、この組み合わせは。うん、嬉しい。うん。そして、うん。これテーピングじゃないや、マスキングって、テーピング、アスリートかマスキングテープ、ね、まあテーピングに使ってくれてもいいんだよ、うん、これはですね、5人の、うん、ローダンスの5人の、うん、あのお顔が、イラストが描かれている。かわいい、めっちゃかわいい。女子力ね、ね、しかも男の子でもこれ使える感じが ね、自分のノートにこうピーって斜めに貼ってくれたりとかしてもめっちゃ可愛くなるだろうし、ね、しかもちょっとなんていうか、うん、大きめなんですよ。そう、マスキングテープ。で、あとね、私も大好きなのこのペンケース。そう、やばい、なんかあの絶対使う。そう、なんだっけ、イラスト、うん、レーター。そうです。はい、あの夢色パレードの、うん、中に封入されてた、うん、ステッカーとかを書いてくださったデザイナーさんの、ね、かわいいかわいい、めっちゃかわいい、イラスト付きで、しかもちゃんと、うん、この5色のペン、うん、入るやろ。おで、マスキングテープ入るやろ。おまだ余裕あります。この下手な通販番組みたいな逆効果じゃない、もしかしていや、本当にね、素晴らしい、可愛らしい、うん、グッズがたくさんあるので、はい、もうライブの時にみんなこれをね、手に入れて、うん、私たちとお揃いのものを持っていただけて嬉しいです、ね、はい、というわけで、ローダンスで夢色パレードでした。なんか早いんだけど。ね、早っ、早い、もう終わりの時間。大丈夫ね、喋ってます、ちゃんと時間。そうなんだ、あれ、早いね、早いね、今年最後の放送なのに。あーあ、もっと大事に喋ればよかった。ああ、そうだよ。まなみちゃん。そういう意味大事って。そういうここで番組からのお知らせですが、その前にね、おっと、あのね、うん、11月の、はいはい、先月のね、うんうんうん、あのペタルさんのプレゼント当選者の発表を、はいはい、そうですわ、3名選びたいと思います。はい、ということで、うん、じゃあポチッと。いいですか。で、あ、じゃあ私から行くね。うん、今月当選、今月じゃない、先月当選した一人目はパン、キラドラさん。ん、あれ、ちょっと嘘でしょ。うん、まさみ、んなんというタイミングで、私たちが冒頭にモノマネをした。リスペクトだよ、これは。あの、ローダンセのアスタリスクのマークで囲まれて、うん、なんだっけ、ローマ字でドラって書いてある人が当選しました。おめでとうございます。何度もタイミーな。おめでとう。おめでとう。おめでとう。君はなんてこんなドラなんだ。じゃあもう二人。はい。二人目いきます。はい。ペロン。これ誰だ？ルーフさん。お、ルーフさんという方が選ばれました。おめでとうございます。ルーフ？天井？うん。ルーフおい、天井っていうのか、屋根、わかんない。じゃあ最後、はーい、ほい、それでは3人目最後いきます。ぽい、ん、お、カタカナで、うん、ワンリーさん。わ、ワンリー、ワンリーさんです。ワンリーさん、おめでとうございます。おめでとうございます。以上3名の方にですね、はいはい、何かわからないけどなんか素敵なものが当たるので楽しみにしていてください。私たちこの何かわからないけど素敵なものに、うん、なんか落書きをしまくったよね覚えがあるんだけど。ね、あれ10月くらいかなでしたよね。なんかいろんなポストカードとかさ、うん、そうそうそう、ノートとか、うん、そういう小物とかに、うん、好き放題書いて、うん、とりあえずサインはマストとして、うんうんうん、好き放題書いてって言われて、めちゃくちゃ好き放題書いて渡しだよね。そう、あの綺麗にサインと、うん、あと、うん、ありがとうとか、そう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 、あのこれからもよろしくねみたいなことを書いて時もあるし、一時はもうなんか本当にわけわかんない。そう、なんかあのフライングドッグさんとも全然関係ないあのキャラクターのイラストをこう描き殴って
で、なおちゃんが一番心配する。そうそうそう、みんなもうやめてっていう、 その一連の流れが書いてある。めっちゃ面白かった。あれ誰に当たったんだ、わかんない。当たった人はぜひ大事にしていただきたいです、うん、してないで。だってあのあれ確かね、うん、なんか好きなように書ける自由ノートみたいな、そうだね、みたいな感じだったと思うんだけど、うん、あれになんかめっちゃみんなでさ、うん、ユミリンは料理が下手みたいなことを集中して書いて、ユミリンが見てないところで、うん、で後でユミリンがパラって開いたら、何これそう、でも自由帳なのにほとんどもう白いとこ残ってないからねちょっと月によってね、いろんな綺麗度具合に差があるプレゼントですけどぜひともね、当たった方を大事にしていただきたいなと思っております。はい、そしてここで、番組からのお知らせです、はい、なんとですね、うん、今年の2月から番組がスタートして、毎回こうやって抽選でですね出演者を決めてやってきましたが、はい、このおしゃべりモザイク今回の放送で抽選方式をやめちゃうことにしました。びっくりした、終わるのかと思ったよ。私もちょっとねドキッとして台本を見て、うん、終わるとかと思ったら抽選方式をやめるっていうことになったらしくって、なんかね今まで抽選してから、うん、出演メンバーにスタッフさんがオファーをして収録するっていうやり取りというか段取りだったんだけれども、うん、これがなんと想像以上に大変だったそうで。まあね、だって、うん、今年最後の放送だけどさ、うんうん、本当は今5月じゃん。本当はそうかタイムラグがねどんどん生じていくんだよね。そうなの、そうなの。あと偏りもできるしね。そう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 、そうランダムでやるとどうしてもね。そう、私だから最近人が出席率多すぎてもう本当に申し訳なくてみんなごめんね。いいんだよいいんだよ、タネちゃん出せやとかナオちゃん出せやとかなっちゃうもんね。そうやっぱどうしてもね、うん、でやっぱりねみんなが送ってくれるメールもちょっと、うん、タイムラグが時間差があったりだとかそうだ、ね、しちゃうので、うんうん、抽選の回をやめにして、うん、これからはこうバランスよくっていう感じになるんですかね。あー、うんうんうん、どんな感じになるのか、うん、でもさなんかさうん、ピンボールさ、うんうん、マネージャーとかさ、うんうん、あそうだあったから、なんか1回ぐらい引きたかったね。引きたかった、スタッフとかね。そう、あ、それはスタッフさんは、うん、スタッフさんスワンスワンは一緒にやったりとかはしてたけれども、うんうん、でもスタッフさんぼっちとかね。あ思い出した、私さちょっとさ物申したいんですけど。なに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 。うん、私とユミリンとあとナオちゃんかな、ナオちゃんやったけれども、ぼっち会っていうのやってない人がなんかね労働生の中にね2人ぐらいいるらしいんだけど、誰かな。え、誰誰ですかそんな。お前だね、前タネちゃんとね、うん、2人でやった時にね、うん、ぼっち会私たちやってないねって言われて、うん、確か引いた時に、うん、次がなおちゃんか誰かのぼっち会、はあはあ、で先に人数を引いたから2人で目合わせて、うん、私たちのどっちかだったらどうしようどうしよう、なおちゃんってなんでくそ。いやーまあ人数が多い方がね楽しいよ。うん、スタッフさんお願いだからぼっち会入れてくださいどっかででも確かにタネちゃんのぼっちとか聞いてみたいかも。あ、私も聞きたい。ねえ、どんな喋りなんだろうね。マナミンはさ、だってほら一人でやるの慣れてるじゃん。慣れてるっていうか、でもね、うん、なんか意外と画像がないラジオで一人っていうのをやらせていただいたことがなくて、うんうん、声だけのやつっていうのが、そう、だから実際今日のブースとかも、うん、このラジオとかも画像がないラジオだから、うん、すごい実際一人になるともう借りてきた猫みたいになると思う。本当に皆さん こんにちは、どこ見たらいいんだろうみたいなそう言ってたね、そういえば声だけのラジオってどこ見て喋ればいいの。そうそう、どこ見て喋るの壁原稿と、うん、目の前、うん、なんだろう、原稿見て皆さんこんにちは、いやなんとかかんとかでとかって、うん、でも私の一人のラジオは、うん、大抵目の前に作家さんが座ってるから、うん、なんかこうパッて顔を上げた時に目が合うから、うん、なんかおしゃべりしているような感覚になったりとか、うん、っていう気持ちにはなるけれども、でも作家さん喋ってくださらないわけでしょ。でもね、ニコニコしてうんうんって言うから安心するんだよねそうなんだ、そう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 。いやでもぼっちじゃなければいいないや、いつか入れるからね、やめて、はい、お願いしますはいというわけでですね、うん、新年1回目、次回は誰が登場してくるのかっていうのは、それはまだわからないので。なるほど、じゃあ今回からは次回誰っていう告知がなくなります。そうなんです、なので、うん、ぜひともね、うん、皆さん次回誰が来るのか、うん、お楽しみに。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集中です。
ラジオサポーターズクラブのホームページのメッセージのところをクリック、うん、ウェブラジオへのお便りからメッセージをお送りください。はい、お待ちしております。はい、なわけで、うん、1週間後、うん、東京国際フォーラムで、うん、お会いしますね。あのめちゃくちゃでかいホールか。行ったことある？ない。ないんかい。ないんかい。まだみんなこう。ないんかい。ありがとうございます。そう、なんかね、あの私たちの前日は坂本真綾さんが埋蔵してらっしゃるらしくて、うん、そうなんですよね。フライングドッグさん的にはめちゃめちゃ忙しいらしいよ。本当だね。私たちはじゃあ1月1日に坂本真綾さんの残り画を描きながら、うん、光栄です。やったー。残り画、ごめんなさい。クンスカクンスカクンスカ、嬉しい、大好き。楽屋パターン、ペタ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 、坂本真綾さんが変わった。ただのファン。好きです。好きです。それでは、次回もお楽しみに。はい、あ、良いお年をって言うんだ。言うよ、言うよ。ね、お相手は、ローダンシャの西飛鳥と田中真奈美でした。良いお年をと言いつつ、うん、2016年の最初も、少しこの番組の配信が聞けちゃうから、せーの、ハッ